チロエオポッサムは、ミクロビオテリウム目、ミクロビオテリウムかチロエオポッサム属に分類される、有体類。本種のみで、チロエオポッサム属を構成する。チリチューブから、南部固有種体長8から13センチメートル。お腹9から13.5センチメートル。体重16から31グラム。全身は、短い体毛で密に覆われ、口実する小型の磁界も含め熱の放散を防ぎ、 冷涼な環境に適応している。背面は明褐色や肺褐色で、灰色の反転が入る。覆面は炭鉱褐色。尾は太く、脂肪を蓄積させることができる。目の周囲は臨場に黒い。次回は小型で丸みを帯びる。長方は大型で平たい。メスには小型の育児脳があり、その中に4つの乳頭がある。 ミクロビオテリウムメは1970年代まで化石群と考えられていたが本種が分類されると考えられるようになった。ミクロビオテリウムメでは唯一の原生種とされる。有体類はアメリカ有体大目とオーストラリア有体大目の二つに大きく分かれるが、チロエオポッサムは南米に生息するもののオーストラリア有体大目に属する。南米で進化した。 有体類は二つの系統に分かれ、一方は地続きだった南極大陸経由で、オーストラリア大陸へと渡った。ミクロビオテリウム目はそのうちの南米に残った種の系統と考察されている。霊涼で湿度の高い森林に生息し、竹やぶを好む。樹状性、夜行性、軌道、倒木や木の根元などに、竹の葉で休憩の巣を作る。陶器になると冬眠する。 昆虫などの無脊椎動物を食べると考えられている。飼育下では植物質が強いとする報告例もある。繁殖様式は体性。1回に2から4匹の幼獣を産む。幼獣は初めは母親の育児能で生活するが、ある程度成長すると母親は幼獣を巣に残して活動するようになる。生後2年で生成熟する。生息地では噛まれると引きつけを起こすなど、 縁起の悪い動物とみなされることもある。森林伐採や農地開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。